いい三脚とかもね、こう買って背負って歩いてるんですけど、チャンネルゲルマ、はい、どうもゲルマニウムの菅井です。太陽というわけで、本日はサッカー企画というわけで、キャキャキュー、今日は何をするんでしょうか。今日は、はい、死ぬまでに一度はやっておきたいこと、その名もあー大会斉藤、生涯最高のボレーシュートを決めるまで帰れません。ボレーシュート決めたいと。ボレーシュート決めたいね。なるほど、なぜそれは。僕って、生まれてから、センターフォワードしかやってこなかったんですよ。ゴールキーパーね。ごめん、間違った。ゴールキーパーなんですよ。どういう間違いしてんの。なんで、そのボレーシュートってすごいかっこいいなってやっぱ見てて思うんですよ。あ、確かに。アジアカップの決勝のリー・タダナリ選手とかね。そう、リー・タダナリ選手とか、あのワールドカップ のベンジャミン・パバールのあのシュートとかね。そうそうそう、ポーガンとか、あのカルバハルのダイレクトのボレーとかね、ダイレクトシュートってすごいかっこいいなと思うんですよ。まあ、私どっちかというと決められる方だったからね。そうそう、俺ダイレクトシュート決められる方だったからすげえムカつくんだけどね、その場合は。決められると、決められる場合はすごいムカつくんだけど、決めた時って逆に最高に楽しいんじゃないかと。めちゃくちゃ気持ちいいよ、やっぱ俺もフォワードだったから分かるけど、めちゃくちゃ気持ちいい、でしょ。どんぐらい気持ちいい。そうだね、あの金保留入った時ぐらい気持ちいいと思う。ああ、まあ外れることもあるからね。それで、今日はボレーシュートを決めます。斉藤、オッケー。はい、俺が上げて決める、それだけ。そう、それ基準は、基準、ボレーの基準は俺が納得するまで。だるいって。だからもう1本目でドーンってやったら終了。そう、俺がうわこれはいいわマジで、でも納得はできんっつったら、もう一回いいけど納得できなかったらダメ。そう、分かった。うわいいなこれ、めっちゃいいなってなって、うわこれどうしようってなったら、相談するわ、みんなで。みんなで、これあのどうしようってなったら気持ちよく決めよう。相談節。じゃあ、どっこいどっこい。よっしゃ。じゃあ、アップからしていこう。アップからしていこう。はい。それでは、アップをやっていきましょう。もうちょっとテンション上げて。わかった。はい、ロー ゲイ！ OK。字幕つけて。てってれー、てってれー、てて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 。てってれー、てってれー、てってれー、てれてちょっとジェリーミナ。まずは肩甲骨をほぐしましょう。はい、ほぐし酒、前すればいい、ほぐし酒、ほぐした鮭、ほぐした鮭、ご飯にかけて、ご飯にかけて、鮭フレーク、鮭フレーク。これあと2セットやって、きついわ。さあ行くぞ。それではやっていきたいと思います。ハチハチあーわーハチムキムキチョウ。えい、終了。違う、真面目のマジの一発目で決めるのは全然いいんだけど、全然素晴らしいんだけど、あのボールもワンバンだったし、なんか違う、もっと尺必要でしょ。何が違う、尺って何。いいシュートだったよ、もちろんね。すごい、ボーン来てね、ここら辺のショートバウンドのボールをね、こうやって決めて、そのまま走って終了。え、かっこいいよ、もちろん。尺って何。僕わかんないけど。わかんない、でもなんかもっとさ、高み目指したいじゃん。まあ僕は、納得いきました。お前堕落してきなんだよ。もう一回。あれ言ったじゃん、俺、ほら、俺が納得いったとか、そうなんかこう微妙なラインの時はみんなで相談しようって。どうだった。いや、もう一回やった方がいいなと思うよ、俺は。じゃあもう一回やろうよ。なんだる。そう、お前がそう言うんだろ。だる、お前、俺が悪いやつみたいな。お前が悪いやつだ。ごめんよ。じゃあお前がいいやつだときなんて一回もないんだから。あとで1000円あげるから。やろう、もう一回やろう。なんで俺金で動いてるやつみたいなって。じゃあもう一回雇われ店長か俺。さあ
仕切り直しだドン。じゃあ誰も納得いってないんで、いきますよ。俺らもっと高みを目指していく。おいや。ジャンピングボレー。くそ。惜しかったな今の。あ、苦戦しろよ。苦戦しろよ。結構良かった、いいショットだったよ。苦戦しろや。結構いいショットだったよね。いや、その俺のボールに対して全部その 100% で答えんな。え、良かったよ。ヘディングにする。ヘディングいいよ。ヘディングにしよう。ヘディングにしようか。うん、なんかやっぱり、うん、俺ヘディングも好きだわ。でしょ？うん、しまいには。これで最後だ。さあ、ということで最後はスーパーな華麗なるスーパーを見せてあげましょう。華麗なるスーパーで。サッカーやってる人ね、すごい分かると思うんだけど、ゴールを決めた時は痛くないんだけど、外れるとめっちゃ痛いの。これマジで痛い。これ本当にトニーチョッパーびっくりした。うぃー、次こそ決めるぜ。おや、よし、ありがとう。クロスボールの対応慣れてるからね。やっぱりキャッチもできちゃう。味方からのクロスキャッチしちゃう。こいやー。どうです。やっぱこうすごく良かったね今ね。今すごく良かった。すごく良かった今。すごく良かった。すごく良かった今。いや俺もさ、うん、その高校時代さ、はい、あのウイングもやってきたわけじゃん。そうだね。なんでお前がフォワードになかったのって思うわ。うん、やっぱりね、やっぱクロス上げてさ、うん、やっぱ決めてくれない人がいっぱいいたよ、うん、なんでお前がいなかったんだろう。俺やっぱ得点感覚に優れてんだよ。うん、キーパー首です。キーパー首、はい、野生の嗅覚、うん、というわけで今回も斉藤さんのスーパーボレー3本決まったというわけで、はい、3本決まりましたね。はい、どうでした。あのね、はい、でも、うん、この100までにやりたいこと。100まで100までにしたね。俺100歳までにやることだろうこれ。カナブン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 カナブンカナブン親分親分元気ですか親分。カナブンの親分。やバイバイ。なんかもう懐いちゃったじゃん。え、それでいいの。でもそうね、はい、死ぬまでに100年やりたいことって言ったじゃん。はい、でもこれはあくまで100までやりたいことの3位ぐらいに俺入ってるから、うん、あのガチの試合中ディフェンスがいる状態でのお前親分しか見てねえじゃないかよ。お前カメラ見ろ。お前親分じゃなくてカメラ見ろ。はいはい。というわけで次のボレーシュート企画は、ボレーシュートするんだまた。ディフェンスがいる状態でも決めてみたいになっておりますので、今後期待ということで、今後期待ということで、はい、それでは親分カメラの方見て、それでは親分とゲルマニウムでお別れということで、それではありがとうございました。
真上真横ピザ。ありがとうございました。バイ。